はい、こんにちは。11月に入りましたね。まあ、これ実際撮ってるの10月なんですけど、いよいよね、11月なので、15日からですね、本州の私たちのいる地区のですね、狩猟が解禁になります。で、まあ、いろいろと考えたんですけど、その、狩猟動画、ね、これをどうしていくか。で、一応、動画撮影はする予定でいます。で、まあ、頭とかにこう GoPro をつけたり、まあこの辺につけるかな、ちょっとわかんないけど、GoPro をつけて、僕の場合はメインで行くのは鳥猟ですね。カモとか、それから、キジ。その辺を狙う狩猟なんですけれども、それの動画を撮ろうかなというふうに思ってます。で、まあ実際のところね、みんなこう、ムックかわいい、鳥さんかわいいっていうので登録してくれてる中でね、鳥を撃つっていう動画なので、ちょっとそれはっていう方もいらっしゃるかなとは思いますんで、一応動画のタイトルの頭に狩猟とか、鳥猟っていうのは必ず入れるようにします。うん。で、やっぱりそのちょっとどうしてもこれはっていうご意見が多いようであれば、ちょっと狩猟に関しては、サブチャンに移行するとかっていうのもあるかもしれませんけどね。はい、とりあえず今月半ばぐらいから狩猟がスタートしますので、その辺の動画っていうのは、上がってくるかなというふうに思っておいてください。ムックどうした、随分前傾だけど平気？おお、大丈夫か。ムック変なとこ捕まっちゃってんなお前。あ、こっち見たかったのか。ムックちゃん、でもこっち見んのはいいんだけどさ、カメラ向こうなの。おお、大丈夫？いいの？一応みんなの方向こうな。うん。一応みんなの方向こうね。お子ちゃん。一応みんなの方を。よしと。はい。で、まあ、狩猟ですけど、まあ、やる理由としてはね、まあ、ジビエですね。まあ、最近すごく流行ってますけど、まあ、取ってきたものを、いただくというのが、狩猟の、メインの私の目的になります。で、特にカモとかはね、レストラン行けばありますよね、カモ。ね、どうした？いい？いいの？ね、カモ料理とかって出るんですけど、基本やっぱりね、出回ってるのってアイガモなんですよ。要は掛け合わせたようなカモね。で、天然のマガモって狩猟じゃないとやっぱ取れないんで、まあそういうのをこう取ってきて食べるとか、まあ生地とかも一般的に流通してるようなね、肉じゃないんでね、そういうのをこう例えば鍋にしたりローストにしたりっていう、そういうので、僕は食べてます。うん。まあそれが狩猟やる目的でもあるんですけどね。うまいんですよ、むちゃくちゃジビエって。これはね、漁師じゃないと食えないっていうのもあるんで、まあその辺のね、例えばちょっと料理動画とかも今後上げていこうかなとか、今いろんなことを考えております。はい。で、まあもちろんですけど、なんていうのかな、遊びだけで、動物を撃つとか、そういうことは一切しません。で、まあやる人にとってはもう当然なんですけどね、関連の、法律は必ず、何なんか喋った、大丈夫だよ、関連法律は必ず遵守する。まあこれは当たり前ですね。で、僕は基本的に、自分で、食べる分、いただく分しか、取るということはしませんね。まあ定数っていうのがあって、例えばキジだったら1日2羽までとか、決まり事があるんですよね。カモだったら5羽まで取っていいよとか、まあ定数まで取るってことはまずほとんどないですし、うん、むやみやたらにね、そういう殺生をするっていうことはまずしないんで、はい。で、今年から、狩猟をやるっていう人も結構多いです。特にね、もう狩猟免許の試験、毎回こう本当に満員になってるみたいで、今年から狩猟始めるんですっていう人結構いると思うんですけど、安全第一ね。うん。これはね、アドバイス。一応ね、まあ先輩漁師って言っても俺もそんな経験ないけど、安全第一ね。重量、
銃で、取る人ね、あの、第一種、ね、第二種、重量、ね、安全第一だよ、矢先の確認、ね、あの、やっぱ狩猟に行くとどうしても獲物を取りたいからっていうのはわかるんだけど、あの、たかだか鳥一羽、イノシシ一匹で、人生ダメになるからね、万が一の事故が起こったら、もう、例えばそこに来てる人とかを、万が一流れ弾が当たっちゃったら、終わりだよ。うん。なので、矢先の確認だけはね、しっかりとやってもらいたいなと。ね。毎年毎年ね、狩猟って事故が起きてますんで、ね。僕ももちろん、あの、気をつけます。ね。で、僕も、まだまだね、ハンターとしての腕は、浅いので、大体、あの、先輩の漁師たちと、一緒に行って、今でもね、いろんなことを教わりながら、あの、やってるっていう状況ですので、ね。もう安全第一でね、みんなでやっていきましょう。ね。ということで、まあ、これから狩猟の動画とか、それに伴って料理動画とかもね、上がるかなっていうご報告でございます。ムックちゃんは下何見てるの？なんか、俺の手か。そっか。はい。ということなんでね、今後ともよろしくお願いいたします。ね。もしよかったらね、この動画の方、高評価と、それからチャンネル登録もね、しといていただけたらと思います。噛んじゃった。じゃあまた。